ウサギのアウエルバッハ神経層、アウエルバッハ神経層は、腸管神経系の一部である。消化管の重層筋層と和層筋層との間に位置し、この二つの筋層に運動刺激を、また粘膜に分泌刺激を及ぼす。アウエルバッハ神経層は、交換神経繊維と副交換神経繊維の両方を有するのに対し、マイスナー神経層は副交換神経繊維のみを有する。 筋相関神経層とも。この神経層は、延髄の瞑想神経三角から、述べてんしている。神経繊維は、全神経密機と五神経密機のいずれをも走行する。この神経層は、食道、胃、小腸と大腸の筋肉内に見られる。筋相関神経層は、消化管の主要な支配神経であり、消化管の運動性を調節する働きをしている。 金相関神経相は、この神経相を、初めて文献に記したレオポルト・アウエル・バッハにちなみ、アウエル・バッハ神経相と呼ばれている。マイアンテリック・プレクサス、イメドソン・ディクショナリー、ハット・ヒューマン・アナトミー・アンド・フィジオロジー、メリブ・アンド・ホーン、セブンス・エディション。ありがとうございます。